おはようございます。長倉です。今日のテーマはですね、どっちでもいいどうでもいいという話なんですけど、ちょうどねどっちでもいいどうでもいいっていう本を4年ぐらい前に出してですね、それを今、俺のノートで無料公開中なんで、ぜひそちらを見てもらいたい、読んでもらいたいと思うんですけど、この概念がなんで重要かっていうとね、多くの人はこう絶対を求めてるんですよね。まあ、だからその結果神様を求めたりとか、宗教に走ったりとか、あとはカリスマを崇めたり、インフルエンサーを崇めたりとかですね、それなんでそれをするかっていうと、結局人生の中でいろんなものをね選択する基準っていうのが欲しいんですよね。いつも不安定じゃないですか、もしそういう基準を持ってないとね。基準を持ってないとそもそも何物事の判断もできないから、とにかく人間っていうのは不安になってしまう。でもその結果誰かの、洗脳されてしまう、何かの価値観に洗脳されてしまう。その結果自分で考えられない人間になってしまうってことなんで、だから俺はいつもどっちでもいいどうでもいいってことを重視してるわけよね。だから物事でいい悪いもないし、好き嫌いもどうでもいいしということで、生きていくのが一番いいんじゃないかなということで、どっちでもいいどうでもいいって考え方をいつも思ってください。なんか悩んだ時にいつもどっちでもいいどうでもいいと思うことが重要なんじゃないかなと。